毎週木曜日、日朝同盟をお送りしております。金正恩が死亡して2年3ヶ月、まだ世間は金正恩が生きてる前提で物事を判断し、また北朝鮮ニュースの金正恩の発言、これが2年3ヶ月、続いております。しかし実際は金与正妹が実質政府を指揮しており、すべての人事も金与正がやっておる。重要な問題決定は、全て金正恩の許可で行われるというのが真実だと思います。いつになれば与正が顔を出してくるか、そういう中で今ロシアのウクライナ問題でまさに1991年ゴルバチョフが CIA とのいろんな工作の中でレーガン・ゴルバチョフの会談がレイキャビックで行われ、それ以後どんどんロシアは民主化し、共産主義からいわゆる社会民主主義の政体に変わってきた。あっという間にソ連が出来上がった基礎が崩れてしまった。その中にウクライナも入るわけです。そして、エストニア、ラトビア、リトアニア、ベラルーシ、今のウクライナがあり、そして、ポーランド、チェコスロバキア、今チェコスロバキアはチェコとスロバキアに分割されているわけです。そしてハンガリー、今のルーマニア、ブルガリア、ワルシャワ条約機構が完全に、なくなり、東ドイツを含めて独立しました。今そのウクライナが今それ以後初めて戦火に見舞われている。まあプーチン大統領にしては絶対に一歩も引けない。いわゆるロシアの状態に近づこうとしているわけですが、ロシアの状態、ソ連の状態に。しかしこれはロシアとウクライナの戦争ではありません。ロシアと大半のウクライナ国民は一体なんです。そしてロシア、ウクライナ国民といわゆるネオナチ軍団、ネオナチ軍団の親は誰だといえばバイデン大統領です。バイデンが作り上げたネオナチ集団が8年前以後ずっとウクライナを支配している。そして NATO に近づき、 NATO の国境がロシアの国境になってくるわけですから、そこと生物科学研究所との中でどういうロシアに脅威を与えるか、これでまあプーチンがああいう思い切った行動に出た。ここで私は思い出すのが、ものすごい CIA は生物体を大きな予算とともにこのウクライナ、当時はロシアにかけたわけです。
そこでロシアの中でいわゆるあっという間に、共産勢力というのが裏切ったわけです。裏切って民主化へ向かったわけです。それに担がれたのがゴルバチョフです。だからノーベル平和賞をもらったわけです。ノーベル平和賞をもらったその裏に売国奴に対するいわゆる勲章、報奨、勲章を与えるということになるわけです。売国奴がもらうのがノーベル平和賞なんです。だから今そのプーチンをクーデターで倒そうという勢力がかつてのソ連時代と同じようにかなりのものが、プーチンに対する、まあ、離反というかまたプーチンに対する批判勢力になって内部からクーデターで倒すという両面で来てるわけですね今。だからまあプーチンは経験済みですからそれに対するまあ何は、全部あっという間に一網打尽にしてしまうだろうと思うんです、まあそういう状況の中でですね日本は今ウクライナをという大義名分のもとに反ロシア的な態度を取り続けております。これが ICBM 北朝鮮が撃った、キム・ヨジョンが撃ったとなっているけどこれはプーチンが撃ったと思わなければなりません。プーチンによる北海道に目がけて撃ったわけですから必ず彼は北海道に対する軍事的行動を取る可能性は高まっていくだろうと思うんです。まあウクライナ問題だとのんきなことに言ってこの苦しい予算の中から気前よく何億ドルというものをつけていってるようだけど日本も今本当に50兆円の収入に対して107兆円も予算書いてるわけだしまた特別コロナ予算で何百兆出してるわけですから経済的にこの国が将来続けられるかどうかギリギリもう回復はおそらくできないだろうと私は思うんだけど本当にデタラメな計画の下で経済問題もやっておるようだけれど北海道まで今危機にさらされている。こういうことでしっかりした国内指導者がおらなければこれは持たないだろうと私は危惧しております。しかし北海道をロシアが狙ってきた場合やはり当然前面に出てくる何は北朝鮮の人たちが出てくるんじゃないかと。だから北朝鮮のミサイルが今撃たれているわけ、そういう意味で絶対に日朝同盟を一日も早く実現すべきであると思っております。今日も実践実学大学の山口教授から北朝鮮事情についてお話を伺います。実践実学大学の山口です。先ほどから、総裁が言われているように北朝鮮が、この間打ち上げた一発目の、ICBM が、まあ、不発に終わって失敗したと。それでその後1週間も経たないうちに、成功したということを大きく報道してそれで朝鮮中央通信とか
労働新聞には大々的にその写真、発射時の写真と、金正恩の写真を出しました。ところがこれが完全な、捏造の写真なんですね。その証拠は何かと言いますと、一発目失敗した時に打ち上げたのと、それから成功したと言われる、打ち上げた時は北朝鮮は曇ってたんです。ところがあの写真では快晴の写真なんですね。ですから明らかに捏造しているということがわかるんですが、うん、総裁言われたようにプーチンの指示によって慌てて打ち上げたというようなことなんですね。 ですから失敗したのは17型と言っておりますけれども15型だっただろうと、これは韓国の情報部もそういうふうな伝え方をしておりますから、そういうことで、実際は17型というのも旧式であって、まあ、いわゆるロシアにあるやつですね。ロシアの旧式の17型を打ち上げたということで、総裁言われるプーチンが撃ったというのはもう、そういうことを見ていけば状況証拠としては明らかになるのを、余計なことだったんですが一言申し上げて、今日の本題は北朝鮮では嘆願事業、嘆願、お願いするという、お願いするという事業があるんですね。これは、大学、専門学校、高等学校を卒業した若者、あるいはその高等学校を卒業して、企業に今入っている人たちが推薦されて、その嘆願という形で都会から、都会の若者が農村に送られると、送られるという言い方はおかしいかもしれませんが、農村や炭鉱に、配属される。これが、ずっと広い、もう北朝鮮全域で、やられているわけなんですけども、このところこの嘆願をしたはずの、若者たちが 70% 以上がこれを拒否する動きが出てきたんです。それで、要するにある地区では200人の嘆願者の中で50人しか実際いやいやながら行った連中が50人ぐらいしかいないと、もう全く嘆願制度、嘆願事業制度が行き詰まったような感じになっている。この理由としてはもう明らかに、農村に行けば農村の戸籍取れば都会にもう出てこれない、もう一生涯、困窮の生活をしなければいけないという現実がそこにあるために、こう若者たちは、拒否するのは当然と言ってもいいくらいなんですね。で、ハムギョンプク道内の状況をちょっと、お知らせしますと、その先ほど言いましたように嘆願して、農村あるいは炭鉱に向かうということを決めてたはずの、公安軍というハンギョンプク道の公安軍というところの、例なんですが、その200人の嘆願、リストに入ってた人たちが実際は50人しかまとまらなかったということですね。受け入れ先 その農村とか農村の経営委員会の幹部とか、それから上部機関ではこれはどうしようもないと、我々の責任になるかもしれないということで慌てて、上層部に、報告した。これは上層部というのは、金与正氏がいる中央ということですが、キム・ヨジョン氏の 別の見方は、読み方は中央という表現を彼らは使うわけですね。で、中央に初めて報告されたと。で、我々が、どうしようもないこういう状況になっておりますからということを上層部に伝えた。したがって上層部としてはこれはけしからん、これ、党の忠誠を尽くして国に貢献する若者になるには農村の雪を嘆願して食糧問題の解決に先頭に立ってやらなければいけないと
いう、そういうふうな説得をしなさいという指示が各、地方の党の幹部たちに出された。こういうふうなことがかなり厳しい。それでそれにもかかわらず、拒否するようであれば、これは、国のこの方針だから、国の方針に反対するということは政治問題になる。で、政治犯として、家族まで、その対象にするんだということまで、地方の幹部たちは言って脅迫をしているということですね。それで若者たちのほとんどは素直な言い方なんですが、田舎に行けば、農村に行けばインフラも整備されてない、したがって農村の農村の戸籍に編入されてしまえばもう一生涯抜け出せない。今現在農村にいる若者たちがいろんな手を使って、まあコネも使って農村を離れることに必死になっている。したがって、この都会のに登録、住民登録ができればということで、もうどんなこともやっていると。そういうところにわざわざ都会で生まれた若者たちが、しかも、高等教育を受けたという自負があって、エリートと言われているんですね。大学卒業、それから専門学校卒業、それから、中学校というか高級中学校ですから、高等学校ですね。この連中はやっぱり非常にエリート意識がある。それが農村に行って農業をやれ、インフラも整備されてない、こういうふうな言い方で、もうそれを言われると幹部たちもあまり、この反論ができないような状態が今になって、その国の嘆願、事業というのが行き詰まった。これをそのまま行き詰まるさらっては、国のこの方針が一つ一つ崩れるということが、中央、いわゆる金与正氏の強い、この不安で、強力な地方都市の幹部たちにもうそれこそ強い支持が出てるということなんです。まあこれもやっぱり金与正さんが決めたことでしょう。はい、やっぱり彼女とすれば、はい、経済安保か、はい、食料安保かと、はい、で優先すべきは食料安保だという捉え方をしたんだと思います、うんうんうん。まあ、それは私は長い目で見れば正しい方法だと、うんね、もう要するに食料を確保しなければもうどうしようもない、うん、逆にもっと不安が国民の中に広がって暴動になると。生き残って初めて経済活動だから。はい。そうですね、餓死したんじゃやっぱり、はい、何も残らないわな。はい。